あとね、そう、イギリスとね、やっぱ欧州回った時にやっぱ思ったのが、背高い人やっぱいるね。背高い人いるね。さすがにやっぱ僕クラスの人そんなにはいないけど、言うてたら一日外歩いたら一人二人は見るかな。丸一日歩いてやれば。なんだったら僕より高い人普通にいた。何人かあった。ちょっと向こうのハブレあった人が、あれだったな。2メートルぐらいあったな。2メートルぐらいあって、すごかった。なんかのノリで、こう、すごい高いではない、高い高いみたいになされて抱き上げられて、めちゃくちゃなんだろう。同心ではないな。赤ん坊の気持ちになった。はわっつって。で、その後私が、80キロちょいかなって言われて。うわ、すげえ、ドンピシャだって。80キロ、だいたい80キロかなって言われて。体重。なんで体重までわかるんだよと思って。面白かったけど。いや、なんかね、そのハブにいた他の人たちが、女性陣がキャッキャしてたから、そういうことやったから、持ち上げられることないなって言ったら、お、持ち上げようかって言われて。そしたら、ちょっとね、本当に、おぎゃって気持ちだった。こんな誰かに持ち上げられたの。しかもね、持ち上げられること自体はあるんですよ。力持ちな友人とかに。でもね、自分より大きい人に持ち上げられるっていう感覚が本当に赤ん坊の頃の記憶を呼び覚まして、眠くなった。すやーってなりそうになった。別に抱きかかえられているわけではないんですけど。抱えられてはいないのに、いにしえの記憶。この時、私の DNA には、こういう時は眠くなるとインプットされているみたいな感じだった。いや、お姫様、本当に高い高いに近い状態。